浜良太は、大阪府茨城市出身のプロレスラー、元大相撲力士、第日本プロレス所属。1994年から2008年まで、大相撲八角部屋所属の力士として活動した。四行名は北勝嵐、最高位は幕下6枚目。力士時代は、身長175センチメートル、体重182キログラム。プロレスラー転校後は、 交渉体重1 8 9キログラムとされていたが、実際には体重は2 0 0ラムを超えており、一説には2 0 3キログラムとも言われていた。2016年3月18日放送のサンマのコンプレックス坂月では体重が2 2 5ラムであると公表した。身長はヘビー級としてはかなり低めだが、体重では 日本出身プロレスラー史上最重量となる。1994年、大相撲の八角部屋に15歳で入門し、1995年、7月場所に浜の執行名で初土俵を踏む。1997年11月場所から北勝嵐と改名し、3場所全球でジョニダ段まで下がった1999年7月場所でジョニダ段優勝。 2001年9月場所には幕下優勝を飾り、翌11月場所では自己最高位の東幕下6枚目に昇進した。頭でぶちまかす突き押し相撲を得意としたが、怪我が多くたびたび球場を繰り返し、2008年5月場所には両膝室外骨を脱臼したため、この場所限りで引退した。断髪式には横綱の白鵬も駆けつけた。 全日本プロレス2008年、プロレスラーに転校を決意し、7月に全日本プロレスに入団。頭を丸めて1日目から練習生として入寮し、電話番や料理番をこなしたという。結局入寮直後から、ちゃんこ番の先人となり、選手寮では、ちゃんこは、浜が毎日作るけど、その代わりに掃除当番は免除という扱いになった。7月14日、 事務所で入団会見を行う。武藤慶司と共に出席し、体重があるのに動ける吉江豊選手が目標と語った。武藤は年も年だしゆっくりしていられないと語り努力次第で、デビューも近いかもしれないと語っていた。そして11月3日の両国国技館大会という大きな舞台でのデビューが決定、さらにその相手が元よ小綱の明けぼであることを発表。 この破格の待遇に期待の大きさが伺える。さらに体重を1 8 9キログラムまで増量し、今までは丸坊主がそのまま伸びたような新人らしい髪型だったがデビューに向けて大金星を狙えるようにと金髪のパンチパーマというヘアスタイルにした。デビュー戦では明け物の巨体を投げ切るなど奮闘。その回もあってか、翌日の会見では武藤刑事と組んで、 世界最強タッグ決定リーグ戦への出場が発表された。デビュー直後の抜擢は1992年大会の秋山ひとしと並び異例の速さである。11月16日の台湾大会では、ランニングボディプレスで早くも、先輩、新ら望む誉れからプロ初勝利を挙げる。最強タッグが始まる前までは、タッグマッチの経験が全くなく、全敗も予想されたが、 3勝4敗、勝ち点6の成績を残した。その1勝の中には師匠である、カズ・ハヤシからホールを奪う活躍も見せた。敗れた試合でも、先輩選手たちから、あと一歩のところまで苦しめるなど、圧倒的なインパクトと存在感を残した。2009年3月14日の両国大会では、デビュー戦の相手を務めたアケボノとタッグを結成し、ゾディアック上道リングの、 ブーデュータワーズと対戦、ブーデューマーダーズによる、度重なる反則に苦しめられ惨敗を喫する。4月には、チャンピオンカーニバルに参戦、開幕戦ではゾディアックを審議、両タハマーで下し、さらに太陽ケアにも勝利し、2勝3敗で、チャンピオンカーニバルを終えた。2009年9月23日、後楽園ホールにて、アケボノとタッグを組み、鈴木みのるロンライ外組を破り、 第82代アジアタッグ王座を獲得。そして12月10日、プロレス大賞、最優秀、タッグチーム賞と新人賞を受賞。17日には、明け物とのタッグチーム名を、スモープにすることを発表した。2010年1月2日、タッグマッチながら三冠ヘビー級王者の小島聡氏から、ホールを奪う。さらに2月7日には無党からもホールを奪い。 試合後マイクで参冠を王座挑戦をアピールした。そして3月21日、両国国技館で小島を、シャイニングウィザードからの両田ハマーで沈め三冠王座を獲得。デビュー後1年4ヶ月18日という三冠王座史上最短、挑戦試合は、スワマの最速体感も塗り替える、ダブル記録をも樹立した。4月29日、タル ビッグダディブルグミに敗れて、アジアタック王座から陥落し、試合後明けぼのと仲間あれした。5月2日には、鈴木ミノールに敗れ三冠王座からも陥落した。5月2日の試合後には、スワマヤ・コーノ・マサキラと新世代軍を結成した。2011年、この頃、都会に疲れたとの理由で、群馬県に移住。2012年2月19日、オールトゥギャザーもう1回。 一つになろうぜでは、キャプテンオールジャパンに奮し、キャプテンニュージャパンキャプテンの後主要団体の、キャプテンたちが、勢ぞろいし、トリオを結成し参戦した。2013年6月30日の両国、国技館大会を最後に、全日本プロレスを退団した。その後、レッスルマイナス1肌上げに参加。レッスルマイナス1レッスルマイナス1では食べ物を奪う。 レスラーや女子プロレスラーにセクハラをするレスラーを成敗している。過去には、野橋太郎におにぎりを、菊太郎には唐揚げを、稲葉大輝にはお菓子を食べられている。また、バラモン兄弟には、食べようとした弁当に、お告げゲルをかけられた後バケツ一杯の水までかけられた。2014年11月15日よりカイトのタッグ和歌、天童を指導。由来は、 浜が、力士時代を世話になった弱点道より由来している。2015年12月30日、大日本高楽園大会にて、神谷英慶と組んで、BJW 認定グ王座を獲得。2016年6月30日、契約満了につきレッスルマイナス1を退団。大日本プロレスと01を中心に活動。大日本プロレス2017年7月1日、 当日付で第2本プロレスに正式入団。2021年1月12日、群馬県前橋市に店主を務めるうどん店、どすこいうどん浜ちゃんをオープン。試合日は定休となっているが、本人が手打ちしたうどんを振る舞っている。開業に先立ち、高崎市のエビスコ本、場所にて修行を積み、開業後もうどん作りのアドバイスをもらっている。 今後は飲食店経営をメインとし、プロレスラーとしては試合数を絞るとのこと。小西式、力。ありがとうございます。